ファールファールファールで来ました。満塁ですからやっぱり、スリーツーにはしたくないですよね。そうなんですね。2アウト満塁、ジャイアンツの反撃。ロッテファンも巨人ファンもちょっと一瞬沈黙から、センターの前ですが正面打球、慎重に抑えた清田。一瞬打球の判断をですねじーっと見てましたね。結局7回の表ジャイアンツ得点がありません。あの打球って西村さん結構難しいところなんでしょうかね。あの正面ですからね、低い打球じゃないですか、はいはい、で判断しづらいんですね。なるほど。でましてや今日はあのこうやってたくさんお客さん入ってる、白いの、いらっしゃる方が多いですよね、見づらい、で場面が場面ですからすごくあの野手も緊張してると思うんですよ。なるほどね。そういう中でちょっとこのスタートっていうところが、はいはい、あの早いスタートを切れなかった。でもよく取りましたよ。角度的にはですね一瞬遠くまで飛ぶかなっていうのを清田が判断したんでしょうね。